ええ、しびれていれば、しびれているんですから、あるんです。そりゃそうだ。困りましたね。あるのにないみたいだな。ちょっと待っててください。立ち上がり、誰かを呼んできますから。誰を？誰かその辺にいるでしょうから。呼んできてどうするんです？ですから言ってやるんですよ。あなたのその足があるのにないような気がするっていうことを。言ってやったってしょうがないじゃないですか。その人に何ができるんです？その人に何ができるか私は知りません。でも私にだってそれしかできないんですよ。ないような気がするのはあなたで、私から見ればあるんですから。ここへ来て座ってください。いいんです、あなたが知っててくだされば。男、五座に座る。我慢できるんですか？我慢できますよ。痛いわけじゃないんですから。ただ、ないみたいな気がするだけなんですから。私なら痛い方がいいんですけどもね。ないみたいな気がするよりは。もう少しこっちに寄ってください。そこであなたがあると思っててくだされば少しは安心できます。いいですよ。なんなら私もっとあると思うこともできます。ねえ、結婚します？しましょう。でも立ち会い人がいないかしら。あそこにポリバケツがいますよ。よろしく。よろしくお願いします。私たち何度目かしら結婚したの？ホスピスを逃げ出してから7度目です。だいたい10日に1度ですね。ホスピスに入る前にそれぞれ別の人と結婚してましたから、それを入れると8度目。吉田先生何してました？吉田先生、あなた私たちがホスピスを逃げ出す前の晩、先生と話していたじゃありませんか、医務室で。あなたのことを聞いていたんです。私の病気のことを？病気のことはあなたはもう十分知っているんじゃありませんか。末期の肝臓がんです。そのためにホスピスに入れられたんですから。じゃああなたは何も知らないんですね。これから私の病気がどうなるか。知りません。寒くありませんか？いいえ、私が吉田先生に聞いたのはあなたの亡くなったご主人のことです。それで？知らないって言ってました、先生は。主人があのホスピスで死んだのは吉田先生が来る前だったのです。どうです、そろそろ出かけましょうか。出かけましょうかって、どこへ？どこかへです。決まってるじゃありませんか。ここじゃないどこかへ。
私たちはそのためにあのホスピスを逃げ出してきたんですから。しかもそれを言い出したのはあなたですよ。あんなところで死んでも死んだような気がしないって。それよりもどこかへ出かけて行って野垂れ死にしたいって。分かってますけどね。すみません、あなた先に出かけてくれますか？でもこれまではあなたが先に出かけて私が後を追ったんです。苦しいんですか？いいえ、ちっとも苦しくはないんですが、さっきも言いましたようにこの足が、いえ今度はこっちの足もないみたいなんです。それじゃあ一緒に行きましょう。私が支えてあげますよ。でもそれだったらどこかで偶然出会って愛し合って結婚するという楽しみがなくなるじゃありませんか。だって私たち一緒にいるんですよ。それじゃダメなんです。日々新たに出会って、日々新たに愛し合って、日々新たに結婚するのでなければ、私たちそのためにあそこを逃げてきたんですもの。言ってください。私もしばらくこうしていて、この足がないみたいでなくなったら追いかけます。いいですよ。それじゃあ私もそれまで待ちましょう。あなたが追いかけてくるとわからない以上先へ行く気がしませんからね。この足がないみたいでなくならないとしたら、ちょっと待ってちょうだい。今はこの足がないみたいで、それがないみたいでなくなって。わかります。あなたの言いたいことは、つまりその足が今のままだったらどうしますって言うんでしょ。その時はあなたを担いでいきますよ。どうしてそんなに急ぐんです？急ぐ？そうですね、どうしてそんなに急ぐのか私にもわかりません。でもじっとしているとあの猫なで声のホスピスが、あの気味の悪い優しさがいつの間にか私たちを包み込んでしまうような気がするんですよ。ここまで逃げてきたのに。ええ、ここまで逃げてきたのに。ちょっとここを触ってみてくれます？ここですか？ええ、あります？ありますよ。私にはないんです。あなたの手も。あなた何か変なものを飲んだんじゃないでしょうね。痛み止めか何か。飲むわけないじゃありませんか。だって私たち痛がって死ぬことにしたんですから。痛がって死ぬことができるようにホスピスから逃げたんですから。大丈夫、死ぬ時はきっと痛いですよ。それが死というものなんですから。ねえ、何です？アカシアの花っていうのはいつ咲くんです？初夏です。初夏ね。そして今は何？冬です。2月の半ば。その時私は気づくんです。何？それが
いつか来た道だってことを。だってそこにはアカシアの花が咲いているんですから。いつもそうだったように。でもあなた、日々新たに出会って、日々新たに愛し合って、日々新たに結婚するんじゃないんですか？そうですよ。でもやっぱりそれはいつか来た道なんです。もうどこへも行くのはやめましょう。なぜ？行く必要がなくなったんですよ。私たちはここにじっとしていても、季節が向こうからやってくる。私たちは私たち自身気づいていなくても動いているんです。ねえあなた。何です？どこかにさっきナイフがありましたでしょ？ありましたよ。どうするんです？私、痛がって死にたい。亡くなっていくみたいに死にたくないんです。どうするんです？刺してください。この辺りならまだ私ないみたいじゃありませんから。どうしました？どうしたのか私にもわからないんです。死んだ主人が最後にベッドでそう言いましたよ。ナイフを出してこれで刺してくれって。で、刺したんですか？いいえ、その前に主人は息を引き取りました。私をテストしたんですね。ええ、でもあなたじゃなくこの世界を。この世界を。だって私たち痛がって死ぬためにここに来たんですから。世界が答えてくれましたよ。ほら、雪だ。ちらちらと上空より雪。ですから、痛がって死ぬことはできないにしても、私たちは寒がって死ぬことはできます。投資ですね。投資です。本当冷たいわ。ナイフのようでしょう。雪のひとひらひとひらが。ナイフのようです。雪のひとひらひとひらが。さっきの結婚が最後でしたね。ええ、あの結婚が最後でした。愛していますか？愛しています。
私はいつか来たに違うとあって暗転。はい。